吉田さん、固定費の話が出たらね、私はね、家族の話を出さないといけないですよね。最大の固定費って家族を抱えたことなんですよ。いや、これはね、独身主義を一気に変更した私にしてはかなり冷静さを欠いた決断だったなと思います。まあ、結婚ってのは人生で最も冷静に判断しなきゃならない時なんですけども、おそらく人間が最も感情的に決断を下すのはプロポーズでしょうね。私もね、実際ね、感情的だったですよね。で、その感情が今でも続いてるんですよね。いわゆる、まあ、ときめくってやつですけども、まあ、毎日ね、この家族を抱えれてよかったなと思うわけなんですよ。で、そこにやっぱりね、そのブラックカードとは比較にならないぐらいな固定費がかかりますよね。それがだから払ってるっていう感覚はないですよね。まあ、だから同じような感じでね、ブラックカード1枚持つこととか、車を複数台持つとかっていうのは固定費といえば固定費なんですけども、まあ、人間生きてきてね、なんかこう払いたいものってあるわけですよね。それになっちゃってるかなと思いますね。で、反対側ではちゃんとその固定費を十分な余裕を持って賄えるという裏付けもあったりとか、例えば私は家のローンがないですからね。通常家のローンがやっぱり30年とか35年かかるわけじゃないですか。しかもそれを毎月15万とか20万とか払っていくと思うんですよ。まあ、私はそれがないんですよね。で、そればかりか、まあ、リフォームもそこそこ済んでますしね。じゃあ車のローン苦しんでるかって言ったら、そうでもないと、まだ余力があるみたいなところで、じゃあプラス1台車を買うことを考えて、ブラックカードの年会費、まあ、15万ぐらいだと思いますけども、それを1年間か2年間払うことを強要するときに、まあ、ブラックカードをね、別にずっと持つわけではないんで、なんかね、その体験を買うっていうんですかね。で、それをどう生かしていくか、まあね、想像に難くないところですけどね。ただやっぱり固定費で苦しんだってのは私も同じですね。小さなお店ながら、やっぱり1店舗あたり100万の赤字が毎月出たりとか。で、私最大で20店舗持ってましたからね。この店舗の全てが赤字でしたからね。まあそう考えていくと、固定費の恐ろしさ、これ時間が経てば経つほどお金がむしられていくのか、それとも今の金利生活みたいに時間が経てば経つほどね、お金が入ってくる立場なのか、すごく大きいと思いますね、これはね。まあ、借金を作った理由は固定費です。まあ、私も全く一緒ですね。容赦なくお金が出ていくんで、何もしてなくても出ていくと。何かをしても固定費をヘッジするだけの稼ぎがなくって、マイナス100万を毎月作っていく。いや、本当にね、もう、だって10ヶ月で1000万ですからね。まあ、よくね、その恐怖に耐えたなということで、自分の鈍感力に本当に感謝してますよ。いってらっしゃい。